ワイキとネット通販の会社を15年経営しております株式会社イーコレ代表取締役の一之瀬と申しますえ。今日はですね、ネットショップ運営のお話をさせていただきたいんですけれども、うん、ネットショップをですね運営しておりまして、売り上げをですね上げるまあ一番簡単な方法ということでですね、もちろんあのいろんな方法があるかと思うんですけれども、そのうちでですね、まあ当店が実施をさせていただいてまあね効果が高かった方法を今日は一つご紹介をさせていただきたいと思います。 これはですねすごく簡単な方法なんですけれどもお店の人気商品ですとかですねこれはですねケース販売のメリットとしてはですねもちろんあの例えばですね1ケース30個入りだったとしてそれを1個で売るよりですね30個まとめて売った方が、まあ、単価がですね 上がるとということです1回のお取引でよりですね大きな金額で販売することができるということとあとですねあの どうしてもですねやっぱりケースで売ると利益のですね金額がやっぱり大きくなるので注文の金額が大きいからですねそれに比例して利益の金額も大きくなるので、まあ、1個あたりの単価をですねちょっとぐらいねこう安めにしても利益の金額はですね取れるということでお客様からしてもまとめて買ったらですね1個あたりが安くなるしこちらとしてもですねまとめて買っていただけたらまあお取引の金額が大きくなるし し、まあそれに伴ってですね、少々まああの一個当たりのお値段を下げたとしても利益の金額がですね残るということで、まあ双方にねメリットがあるわけなんです。え特にですね今年の三月十八日からだと思うんですけれども、楽天市場さんの方でですね三千八百八十円以上のまああのご注文にはね送料無料でまあ。えー 発送してくださいねというね、えー、そういったあの新しいルールにまあ賛同した店舗さんはですね、えー、そういうふうにまあ設定にしてくださいということになりましてですね当店は一応その3980円以上まあ送料無料ショップという形で今させていただいてるんですけれども、まあ、えそのですね新しいルールがまあ適用されたことに伴ってですね、あのー、なんかこうまとめ売りをねしても大丈夫なんじゃないかみたいな商品はですね 例えば、あの、まとめるようにしたんですね。た、あの、それまで一つで売っていたけれども、三個パックとか、五個パックとかですね。あらかじめ、え、三千九百八十円以上は、もう送料無料にするので。その送料込みのね、金額設定にできるように、いろいろこうまとめていたわけなんですね。で、あの、当初ですね、やっぱり、あの、三千九百八十円以上で、まあ、送料無料。 に対応すするにあたってですねやっぱりあの、えー、ご注文がですね、まあ、減っちゃうんじゃないかとか、まあ、いろんな心配があったわけなんですけれども今ですね、えー、その3908年が始まって客 お客様が1回のご注文で買っていただける金額がです、ね、やっぱりあの、えー、上がったということとです、ねまあ、過去はです、ね、当店は2,000円切ってたと思うんですけれども今です、ね、2,500円ぐらい。 になってきたんですねやっぱりそれはあの3,908円以上だと、まあ、送料無料になるのでということでお客様がですね、えーまあ、3,908円を超えるようなご注文ですね、えー、される方が、えー、増えてきていらっしゃるのかなという感じでございます。 でケース売りにする商品というのはですね必ずしも業務向けの商品じゃなくてもいいと思うんですけれども当社でですね実際にですねケース売りで結構ですね人気のある商品を一つご紹介するとですね当社は実はペット用品と輸入食品のお店ということでやらせていただいているんですが実はですね同じ町内のね 会社という、まあ、ご縁がありまして、えー、おでんもね取り扱っておりましてえー、っとですね焼山さんっていう会社でですね、えー、っとこんにゃくをですね もともと作っている会社さんなんですけれどもその会社さんでですね、えー、調理済みのおでんをですね、えー、販売してまして、えー、なんかねスーパーさんいろんなところで売ってると思うんですけれどもなんかもう卵とか大根とかねこんにゃくとかもさつま揚げとかがですねもうだしにこう使った状態で真空、えー、パックみたいになっててもう加熱するだけみたいになってるおでんがあるんですけれども、えー、そのようなですねおでんを焼山さんも作られておりましてそれがね博多おでんっていうんです けれども、えー、それをですねまあケース売りをしてましてでですねで、えー、その博多おでんがですね、えー、秋冬がまあメインにはなるんですけれどもこう日報で,です、ね、こう売り上げ上位3位とかねあのチェックしてるとですね大体ね、あのー、下手したら1位にねそのおでんが食い込んでくるわけなんですね。で、えー、ちょっとねその理由についてあのご説明をしたいと思います。 当社の日報でその博多おでんが上位に入ってくる理由なんですけれどもその入ってくるおでんっていうのがですね、えー、博多おでん34人前っていうのがありましてですね、えー、こうゆで卵とかですねあのこんにゃくとか、まあ、さつま揚げとかですねで大根とかですね34個ずつこうコろごろ入ってるやつででですねそれがあの10袋入って1ケースなんですね。そ、えー、それがが、ね、ケースがもうその 一ケースで金額が1万円ぐらいになるのでそれがですね12個売れたらですね下手したら、えー、日報ベースでは上位に入ってくるというようなことなんですね。なのでやっぱりですね単価が高い商品を売ると出荷の手間とかね伝票を作成する手間っていうのはもう1回なので1000円の,、ね、商品でも枚の商品でも1万円の商品でも手間はね変わらないわけなんですよね。 でなので、えー、その単価の高いものが売れたら非常にですねまあ楽に売り上げがまあ立っていくということなんですね、えー、でそのおでんをですね、えー、ケース利用するようにしたのも特にですねその経過計画があってというか狙ってねそうしたわけではなくて、えー、その焼山さんとですねお取引が始まるときに、えー、最初はですねあの こんにゃくがこう1個100円とかですねそんな感じでこうバラバラで,です、ね、お見積もりをいただきましてで、えー、発注はですねなるべくまあケース単位でしてほしいというような、えー、お話がありましてでですねなので例えばですねあのこんにゃくが何個か売れましたという時にですねこんにゃくで,です、ね、あの1ケースに30個ぐらい入っているんですね。でえー 30個発注してまあ何個かですねこんにゃく売れた分だけね抜いてまあ、それは送ってでそのなあの20何個とか残るわけなんですよねこんにゃくが。なのでそれをですねまあ、避けたいということで,でおでんとかこんにゃくとかですねおでんはですね賞味期限が確か90日とかなんですよね。なので、えー ケースでで仕入れてですね売れた分だけ抜いて残りを保管しておくと保管している段階でですねやっぱりどん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 ね古くなっていくしあのもしかしたらその売り切れないかもしれないということでなのでまあ焼山さんの商品に関してはもうケースで売るということでケースで仕入れてケースで売るということでですねでまああのえその焼山さん関係のご注文が入ってきたら、まあ ケースで受注を受けて焼き山さんに発注してそのケースが入ってきてそれを出すみたいなねそういうなんかあの流れにしようということにしたわけなんですね。でそれがですね結構あのはまりましてで、えー、秋冬はですね結構あのおでんがあの売れ筋の商品にね入ってきたわけなんですけれどもやっぱりですねあのいいのはですねこうケースで売るとですねあの 実はあの梱包もねすごい出荷作業もすごい楽で、もうケースできててそれをそのまま送るので、もう伝票を貼るだけみたいなね感じで、あの出梱包のオペレーションも非常になんか楽なんです。詰め替えもしなくてよくて、で賞味期限もね一番まあ新しいものを工場からね持ってきてくれるということなので、そういう意味ではねすごくまあやりやすいということですね。で、あの意外とですね意外なものにまああの。 会社さんおでんに関してもですね結構あの、えー、企業さんからのご注文が多かったりとかあと何かこうイベントとかでですね、えー、なんか例えば車屋さんの何かイベントとかで、まあ、どのように使っていらっしゃるかはちょっとわからないんですけれども何、うん、かこう何ケースか欲しいみたいなね、えー、ことであるとか。 あとですね、えー、と九州味のポテトチップスとかも取り扱っているんですけれどもそれもですねもともとはこう、えー、バラで販売してたんですねでもどうしてもこう中途半端にね余ってしまうということでもう、えー、カルビーのですねポテトチップスたい大体あの12袋が1ケースなんですけどもケース売りしかしないっていうことにしてですね でもなんかやっぱりですねあのケースでもね皆さんあの会社とかこう業務用じゃなくてもですね個人消費でも最近はですね結構まあ皆さんまとめ買いをなさるというかですね特にまああの地域限定の味のものとかだともうケースでですね買われてまあねあねのお配りになったりとかまあ,あの ご自身でですね、あの見知られているのかちょっとわからないんですけれども、意外とですね、個人様にも、えー、ケース売りが売れるということですね。えー、それからですね、あのケース売りじゃなくても。 結構ねやっぱりあのまとめるというのはですね非常にあの、えー、よくって、えー、当社の、えー、ペット用品でいうとですねあのトリミングサロンさん向けのですねペット用のこうリボンとかですねあのワンちゃんのこうカットをした後に仕上げにですねワンちゃんがこうより可愛くなるようにこうリボンをつけたりとかですねあと首の部分に蝶ネクタイとか蝶ーカーみたいなですねリボンをつけたりというね ことこでそのトリミングサロンさん用のですね、えー、ペットリボンとかペットチョーカーを取り扱ってるんですけれどもそれもですねあの20個ぐらいをねこうパックにして売ってたりとかしたんですけれどもそれもですねちょっとまとめて100個パックとかですね を作っって売るとまああそそれはそれはでやっぱりねあの皆さんお仕事でね、えー、使われてるので、まあ、お客様は主にやっぱりペットサロン様ということになるんですけれどももうあの。 業務用で、ね、こうペットサロン様などでやられてるとやっぱりでも100個ぐらいあっても全然ねあの多いってことはないからですねなんかそういうふうにですねあのまとめてやっていくともうそれでですね、えー、単価が上がって、まあ、例えばねあの20個入りの百100個パックにして売ったらその5倍のね売り上げが立つわけです ですよね、まあちょっと若干あの1個あたりのね単価は下げるにしてもまあえ5倍近くのね売り上げが1回のお取引で立つっていうので,でまあお客様としてもですねあのまとめて買って20個ずつでつどつどね送料がこう加算されるよりも100個まとめて買って1回でね あの送料も送ってあげた方がお客様にとってもやっぱりねお得なのではないかと思うわけなんですね。なので当社としてもですね今当社自身でもこのねあのケース売りであるとかまとめて売るっていうのをねどん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 進めているところなんですけれどももしですね皆様のショップでもなんかねこれはあのえーケースで売っても動くんじゃないかってね思われる商品があったら。 ケース売りでねちょっとね出品されてみたら結構ね面白いのではないかと思います、えー、本日は以上です今日もご視聴ありがとうございました